鳥取足立美術館がある、はい、あの庭もすごいけどね、あれは銭に任せてね、金に任せて作った庭です。ところが百地人の庭はね、京都から読んだ庭師がね、あれおそらくものすごい、この堅物のね、この自分の哲学にこだわりすぎるね、ガチガチの庭師だと思うんだ。それなりにお金はかかってんのよ。すごい庭だ。そうだよね。だからね、あの百地人の庭はね、あのいっぺんこっち側の道路から別の駐車場から入ってきたらちょっとわかんないけどね、普通で人が入ってくるところからずっと順を追って入っていったらね、あの庭師が考えたら哲学がね全部伝わってくる、伝わってくる、こう曲がって行った時に突き当たるわけですよ。何もないですよ、ただ壁につける。でそこに客知人って書いた、そういうこの店の看板ちっちゃく出てるわけですよ。ほんでだらだらと坂を見るけども、うちも何も見えないんですよ、ただ坂だけど。でそこを歩いていくとね、途中で右側にね、ちょっとちっちゃいこの上り口があるんですよ。石と石との間にちっちゃい、これくらいの、うん、面白いなと思って見ると、このちっちゃい石がね、そば行くと、いや、さらに立派な石が次から次へと見えるんですよ。こっちを見て、こっちを見て、読んでるわけですよ。あ、そうですか。おいで、おいで、おいで。ここでやっぱり行くわけ、そうすると初めて芝生がバーッとあって、そんなでっかい庭じゃないんだけどね、そうやね、芝生が広々って何にもないし、芝生がバーッとあって、それでこの向こうの なんていうかね、建物の母屋がね、母屋がやっと見えるんですよ、やっと見える。こういう計算をね、この庭師がちゃんとしてる。それで中へ入ってからもまたすごい、あの庭を見た時にね、この庭がこの来た人に対してね、どんな言葉を投げかけているかということをね、ちゃんと見せてくれるわけ。この部屋から窓があって、大きな窓があって、そこからこの彼が考えた庭の哲学がこう見えてくるわけですよ、バーッと。だからあれを作った庭師というのはね、相当頭がね、職人で凝り固まってるんですよ。寸分の違いも許さない。ですね。これ聞いてね、これ今の俺が言った寸分の違いも許しちゃダメよ。あのね、カンカンで大事だからね、まあいいや、これダメね。絶対にもう一飲み、すぐに掘り込んだらね、この深みの味が出てくると思ったら、たったの一飲みでいいからこだわる、この精神、これないとダメよ、これ、まだね、あといっぱい教えてあげる、あのね、教えてあげて、俺偉そうに言えんけどね、俺が生きてるの、ああありがとう、これでいい、あと5年と決めてるからね、5年の中で俺が言えることだけは言っとく。すげえ。いい酒か悪い酒かよく分からん。庭師のね、お、ちょっと松の一枝、体にいいんじゃないの、これでちょっと木入れとこう。そうやね、芸の世界ってそれもなんだよ。でも やから金かどうか分からない。いや、金だと思う。色が見えてるかもしれない。本当に毛ほどのわずかなところでね、技を競うんですよ。これを芸の世界。だから、多分宮本武蔵がいた時っていうのは、俺宮本武蔵全面的に俺信用してないんですよ。あんな男がいたかどうかも、多分あの名前が残ってるからいたと思う。だけどね、吉川英治が書いたほど立派な男じゃないと思うんですよ、僕は。だけどもね、あの時に少なくとも現実にあったことですが、自分の相手を殺すということなんですよ、命を奪うということなんですね。その時に、毛ほどのね、この甘み
ね、許し失敗を許されない、人の身たったかんってたらればよかったのみが命というんだろう、あの宮本武蔵の時代というのが。そうですよね、ああ戦国時代、それも戦国でね、ややーって攻めた、いっぱい高いのを攻めた時代と違うんですよ。違うよ先生、宮本武蔵江戸時代だよ。江戸時代や、まあ、また江戦国時代から江戸時代にかけての人なんです。そうそうそう、江戸の初めの時代ですよ、うん、江戸時代から江戸時代にかけての人なんです。そうそうそう、江戸の初めの時代ですよ、うん、だからそれだけは忘れないで、うん、あのね、たったの人のみ、そう、ああで、それはね、あの俺の経験ではね、女のことをこれをするときも同じなんですよ。これをたったの一言、たったの自分のね、この一番信じてること、一番大切なことをね、その女の子にバーッと表現するわけですよ。そのとき初めて OK が出るわけですよ。数打ち当たるって気がするけど、なんかそんな数打ちで失敗してもいいやって言うと、こんなものに誰が相手にするかって、そんなもの分かる、女の方で分かりますよ、こいつなんだって言って、うん、芋侍ねって分かりますよ。もうどんなにね、一晩恋をしたいだけでも俺命をかけてありがとうしたいんだって言うんですよ。もう今晩あんたとしなきゃ俺明日明日なんて切腹だなって言うんですよ。そっか、いや、それがあるからこれがかけたんですよ。 そうなんです、それがないと命がけ、ね、あ、それはいいですね。女のことをいっぱいいっぱい接してみなさい、それで誠意をいっぱい作りなさい、で誠意をない、あのこれはダメですよ、恨まれるだけで、いっぱい誠意を作れ、でその中でどう誠意をね、ちゃんとした形で、例えば子供を作り、子孫を作りね、なお世に残すという誠意の道を自分が作れるかどうかというのはあんた次第じゃない、ね、俺はできなかった、できないからこれを書いて、それをね、あの人に示そうと思った、うん、俺の失敗をね、これを持って示したろうと思った。薩摩忠夫っていうのはね、こういうことをね、何十人もの女のことにこんなことをやってる、初めてね、これの本当の意味、ね、本当の良さをね、世の中に訴えるんだということを ね、 作品やって死にたいと。なるほど、うん、作品って言ったら自分の子供ですし、子供、ね、自分の子供、自分の子供なんですか、作品が子供でしょ、自分の子供みたいな、子供異常法っていうか、子供って限定しない、子供って自分のこと、あのね、誰かが言った、あの愛情、子供に対する愛情ってこれは愛じゃないって言った、はい、うん、全く知らない赤の他人に愛情を示すってことが初めて愛情だったで、我が子に対する愛情、あれは愛じゃないって言った、うん、あれは貪欲なんで、てめえの欲なんで、金儲けやと同じですよ、うん、じゃあ薩摩さん、今薩摩さんの絵の中でね、あの線、その線に込めた思いというか、線、一本の線、線と点、点が線になり、線が点になるっていう、そういう意識っていうのが、そのなんかありますか、線に、ね、線にかける思いっていうのはどんな気持ちですか。あのね、あのまずね、俺は一番これ、あのね、いつでもこの絵を描くとき、最近になって初めて、死を迎えて初めて言うからね、あのそういうね、あの何々があるからどうじゃないんで、ないんで、人間とか命の一番大事なことは何かって考えるわけですよ、それしかないです、俺はそれ、そう、ね、もう無垢ですよ、そうですね、木をカーンカンで食べたらね、あのいらないものが飛んでくわけですよ、パンパンでいるものだけを残すんですよ、パンパンで削って気持ちいいですよね、ね、ここでいらない、ここはいらないんだって木はね、自分からね、ここは切ってくれって言ってくるわけですよ、ここは削ってくれって言ってくれるわけですよ、そこまで